します。ウィニングことマサミです。今日はめっちゃ楽しみ。見て、この目の輝きが全然違ういつもと。あと声のトーンもちょっと高かった。最近、てかちょっと前かな。結構前から流行ってるの流行ってるらしいんですけど、なんか韓国のお菓子でツンカロンって知ってます？知らなかったっす。マカロンのよりなんか太っちょでぽっちゃりした可愛いやつみたいな意味なんですけど、確かめっちゃ可愛くて美味しいらしいの。ずっと食べてみたくて、なんかインスタとかでよく見て食べてみたいな、食べてみたいな。ずっと思ったんですよ。ジェット念願かなってすごい嬉しいっていう朝です。最高ですね。ただ寝跡がすごいついて、それだけちょっとテンション下がるな。というわけで行きましょう。 Here we go。 ソウルっていうトンカロンのお店らしいです。失礼します。あ、お願いします。こちらの6種類がトンカロンになります。イケメン、イケメン。このトンカロンを6種類、私これめっちゃ気になる。ワッフルみたいなやつ。クロワッサン生地をそのままワッフルにしたあのクロッフルという商品になっております。上に乗っているものが今流行りのブラッターチーズを載せておりますので、ブラッターチーズ、じゃこれもください。はい、ありがとうございます。何物もなんかおしゃれ。今当店でのおすすめを何点かお見せします。アニラアインシュペナーっていう商品なんですけど、こちらウィンナーコーヒーの冷たいものみたいな。お、素敵。グレープフルーツエイドっていう商品になっております。ではベリーベリーソーダというミニアップルエイドっていう商品がございます。エイドって何ですか？炭酸系のドリンク、うん、瓶のやつですと、こちらダルゴナミルクティーになりまして、グラスにカルメ焼きを一緒に乗せて、さらに甘くして召し上がっていただく商品になっております。ミルクティーだけで楽しみたい方はそのまま飲んでいただいて、こちらダルゴナミルクティーを求めている方にはそちらグラスに一緒にカルメ焼きと入れて召し上がっていただければ大丈夫です。じゃあダルゴナミルクティーで。楽しみんごです。これは楽しみ会の中の最上級。んごつけたら あれなんで、エミリー製ではね。じゃあちょっとデッキ生で上で席取ってますか？ちなみに今もう撮影協力で貸し切りで撮影させていただいております。ありがとうございます。もうすごい、オシャンティー、オシャンティーングですね。そこが屋上らしいです。え、最高じゃないですか。屋上でトンカロン食べれるんですか？あんたいいよ、最高。こんな、なにこれ、やだ。セレブのと黄昏じゃんこんな。え、マジか。ちょっと待って、私やらなきゃいけないことあるわこんな。やらないと。あ、日焼け止め。やられちゃう、こんなの。やっけるのだけはもうちょっと NG なんで。女子の戦いなんですよ。控えめに言って熱い。中に入れますよ。トンカロン溶けやすいって聞いたから。そうだ、私は全然お腕がいいですけど、やっぱトンカロンのこと思ったら下の方がいいのかな。実はトンカロンと話せる少女エミチなんですよ。トンカロンの声聞いてもいいですか？いきます。私が感じるのは深い悲しみ。外には行きたくない。中の涼しいとこ。できたっぽいです。私取ってきます。はい、というわけで来ました。イエーイ、人生初トゥンカロン。トゥンカロン、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 トゥンカロン。効果音もトゥンカロンになっちゃいましたね。めちゃくちゃ美味しそう。てかかわいい、ね、これはテンション上がる。正直こんなこと言いたくないですけど、これもめっちゃ美味しそう。これフラフツルシュシュシュ。これがそのダルゴナミルクティーでしょ。店員さんおすすめのなんか映えのグレープフルーツエイド、これはスタッフさんにプレゼント保有します。じゃあこれ一人一皿のウルマですからね。幸せ空間ですよ。これあれ2500円もするんですね。いやー、そうなんですよね。合計お会計8000何百円いってますからね。でもやっぱインスタとか見てたらみんなこんぐらいこうやって並べて食べてらっしゃるから、みんなだから豪遊してるんだなって。でかわいいな。時差で今かわいいってなりました。これちなみにどう食べるのが正解なんですか？すごい髪の毛がいっぱいくれたんで、クセスガブで合ってますよね多分、うん、シンプルですから。いきます。いただきます。おいしい。うわ、何味ですか？プリン、カスタード。カスタードですね。めっめっちゃ美味しい。外はカリッとジューシー、分厚い部分はプリンみたいな感じ、ポテト肉厚があります。うまっ、うまっ。いい意味でずしっと甘い感じ。そんなのこがしくな味、濃厚、こだわりを感じる。上下の素材と中の素材の組み合わせがすごい。中のクリームがすごいギュッと凝縮されてます。あっという間に1個食べ終わりました。結構あっこ食べたからかもしれない。そのダルゴナミルクティーが気になります。パッケージがねおしゃれなんですよ。ピント合ってるんですよ iPhone だから。見えますか？いや最近なんかすごい見えますか？ビューティーフォーカス見えますか？見えますか？ずっと全部やってます。見方が見えますか？いや違うんですよ。見えますか？手が大事なんで。見えますか？手が大事なんで。見えますか？手が大事なんで。見えますかね？違うんです。本心を言うと、私はやっぱミルクティーマニアというかミルクティアでやらせてもらってるんで、ちょっといたさまのみたいな。やっぱあっうめえ。甘いやつですか？甘くないやつ。甘くないのに美味しいミルクティー。これはこれで一回食べてみたい。カルメ焼き、うん、
今日は甘いやつと一緒なんです。このままいきます。めちゃくちゃ美味しいミルクティー。ただトゥンカロンに関しては結構一個で満たされちゃう説はありますね。深いため息やめてもらっていいですか。今日最初に頼む時にも聞いたんだけど、お持ち帰りできるんで2個で満足しちゃう気がする。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいですよね。クロックスみたいな。クロッフルだ。音ずる。トゥンカロンめちゃくちゃ美味しいですよ。トゥンカロンやばいですよね。結構私も最初正直びっくりしました。こういうのってなんか見た目だけで味全然みたいな時正直あるじゃないですか。僕はないです。今まで。ありがとうございます。かなと思いきやめっちゃ美味しいっていう。いただきました。うまい。うまっ。本当にクロワッサンとワッフルのちょうど真ん中いってます。食感はクロワッサンだけどじゃあワッフルみたいな。いいなここ。やっぱこれいこうかな。こんにちはバエですみたいな。バエとは私のこと出すみたいな。マジで分からんな。食べたことある味なんですけど、うわ何なんだろうな。あんこ違うかな。あれに似てます。カントリーマンね、あれもあんこ入ってるんで。いい例えの上位互換。うんうんうん。これいいですね。デート盛り上がりそうですね。ただ1人2個が結構私限度な気がします。女子3人で来て2個ずつ、ね、2個ずつ食べてください。ぜひこれは本当に多分食べた時に激うまバンパイヤーってなると思います。バンパイヤーって言っちゃうと思います。言ったことないですよ。激うまバンパイヤー。美味しすぎたら人って言っちゃうんですよ。何激うまバンパイヤー。チーズつけてください。あ、チーズつけてなかったです。激うまバンパイヤーですか。マジであっさりします。こんなあっさりするってぐらいあっさりバンパイヤーです。いただきます。あっさりバンパイア。なんでだろう。不思議。嫌なチーズ感もないですしね。そうなんですよ。すごい。幸せってなりますね。わかりますわかります。最初一口目の幸せ度数めっちゃ激高、ね、激高バンパイア。というわけで残り全部テイクアウトしようと思います。一気にぐわーっとは食べれないから、こういう感じでちょっと食べて残りテイクアウトでお家でゆっくり食べましょう、まあ、全然ありかなと思いました、うん、これテイクアウトでお土産めっちゃいいですね。かわいいってなるし、マカロンより美味しいです私の中では、うん、で男の子が今日彼女機嫌悪いなーっていう時とかにこれお土産で買って帰ったら仲直りできると思います。気軽だしなんか言いやすいし、なんか流行ってるらしいよみたいな感じで、ね、そんな暇があるなら早く帰ってきてほしいと思いました。世の中って難しいですね。何が正解なのか。そうなんですよね。私は素直に喜ぶんじゃうな、きっと。まあ、人によるんですか。その気持ちが嬉しいですよね。ご当地キティちゃん買ってきてくれたら嬉しい。ご当地キティちゃん欲しくないけど、ご当地キティちゃん買ったら喜ぶと思ったんだっていう、なんかもう推測萌えですよね。かわいいってなっちゃう。かわいいって感じはマジ危険ですよね。女子館の男子のかわいいを好きなんですよね。わかるわ。好きじゃない人にかわいいと思わないですもんね。確かにそれだわ。可愛いって思っちゃった時点でもう負けっす。こっちの惚れたもん負けというかってなってくると、どんなクズなことしても可愛いの一言で終わっちゃうんですよ。待ち合わせに2時間遅れました、だらしになって可愛いとか、もうそれは沼ですね。ほんとなっちゃう気がする。一瞬回ってみたいな。ほんと沼傾向があるんで、はい、ありますけど。沼から出てきた方ですよ。沼から出てきた方じゃないです。沼上がりしたんで卒業しました。1週間ぐらい前まで沼の中にいたんですけど、今ドロ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 って上がってきて、でまた次ドロ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 ってなって、また上がってきて、いやだから次は普通に湖行きたいです、ね、湖の上をボートで泳ぐぐらいの、ね、からない。でも目標なんですけど、多分こればっかりはダメな人好きになっちゃう人ってずっとダメな人好きになるじゃないですか、うん、多分それなんですよね。多分ね、うん、好みというか傾向。そうですね。私1年きちんと向き合い出会い、もうちょっと恋をし、無理だったらもう動画募集ですよね。いよいよもうこれはやっぱ1回しかできないから大事にしておきたいとか取っときたい。なるほど。いや本当やんなくても彼氏できたんですよって言いたいですね。うんうん、うん、幸せになりたいな、うん、終わります。バイバーイ。